それでは行ってみようかね。火力戦。けどやっぱりちょっと症候群はある。
宝箱あるか。ナコミ下りの階段。辛いよ。ここまで複雑にせんでえな。ダクトなんかなあれ。個人の好みだよな。複雑なのが好きな人もおるだろうし。
全部ちょこちょこ行きたい人だっておるだろうしな。確かにあっさりすぎてもダメだけど、基本ストーリーを楽しんでるから、あんまりこのダンジョンに複雑にされても嬉しくないような。しかもこの何回も行かないかんやつか、これ求めてねえな。この小手か、シーフ今おらんもんな。あれここやったっけ、違うな、これ降りたところだな。上に行ったんだよな、こっからはっきり覚えてないけど、うん、こう行った記憶がある。正解ちゃうか、もう一個橋に入ってからにしたらよかった。うわー、ここ正解か、どうしよう、もうええか、行くか。結局何で回復してるんやっけ。水風プラスの方言ってくれんのや。
鉄コールズなのかこれ一応。この
訳わからんのやめてほしいな。せめてヒントない？操られてたんか。まあ多分間に合わんのだろうな。綺麗だな。守ろうとしてたんか。ちゃうか。
リスタルのかけらは意味わからんな。なんで爆発すんの？力がなくなったんだからもう収束ちゃうの？10分って割とあるんだろうけど、こんなことしてる間はないんかな。ここにあるぞ。すごい焦らす音楽だな。ギガアス強いんちゃうか。魔法剣士でライブラしてもった。その時間稼ぎやろうか。なんか手に入れた。ようやく買った。工房に宝箱があったところか。モンスターはしゃあないとして、この後なんか手に入れてる？巨人の薬。あ、リボン。これはいいね。そうなんだ。リボンがこんな序盤で手に入る？誰なんこんな。みんな逃げんと危ないよ。3も手に入った。もう MP がない。結構ええのをもらってるんか。あれ？こっから来たか。それよりなぁ、 MP ないよな。MP 回復したいなぁ。寝れん？時間ないか。次回
間稼ぎがよ。いや、今ので2ポイントももらえるなんて美味しいな。時間もモンスターも MP なんだよな。ぼちぼち本当にないなるよ。船に乗ってたのにお城に出たんだな。今更ながら。
ですな。ならもう、うん、なさそうだな。船に行ってシドと話したら何かあったりするかな。まあそしたらこんなところにしとこうかな。実は微妙にまだ早いか。そしたらあと10分ぐらいやるか。剣士もレベル5まで覚えてもうたんか、知らん間に。文句をめちゃめちゃ増えたな。
えるか船に行ってみるか。この船を飛行船にしてくれんか。なんもないか。この荒野を駆け抜けてったらいいんかな。捕らえるってそうなんだ。ズームもいけるんか。殺してまいそうだけど、これじゃ未知のところにはマッカー出てくれんのやな。アイテム、やった。あの森の中にあるか。死んじゃうかな。36捕まえれるんちゃうか。本気でやっとんの。残り36やで。捕らえた。どうなるんだろう、捕らえたやつ。薬は止めつしかないよ。神殿みたいなのある。図書館か。シド、ここに帰ってきてるかな。落ち着け。立つな、こいつら。ほんまこの道塞ぐのやめてほしいな。ミドを助けに行くのか。
なるほど。じゃあ今度こそかな。あれ、なんかおかしいな。ちょっとイフリートチャレンジするか。倒したのにポイントかい。ん？もう分かっただろう。俺いくれんの。で、ミド助けてくれっていう話でもないんか。まあそしたら一旦終了。